ジャケです。今日はね、ジャンスターやっていきたいと思います。それで今日はなんかね、選手が使えるようになって、うちといえばルフィでしょう。ほらルフィ使えるようになったんですよ、これ。あ、ちょっと何も押せないけど、ちょっとね、なのでちょっと今日はルフィを使ってみたいと思います。それではいきましょう。お願いします。はい、じゃあちょっとルフィ参戦させてみるね。どうなるんだろう。いきまーす。はい、おおーおい、よいしょー、いいねー。参戦です。参戦、イエス、ウェーイ。やっぱこ、よし、やったね、イエーイ。あ、なんかいろいろと出せるんだ。オッケー。そしたら今日はちょっとメンツを変えてやってみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、せっかくなんでナルトもゲットできたんで、あのルフィとナルト使いたいと思います。いやー、これはもうさ、ジャンプだよね。二大漫画じゃないですか。いや、わかんない、この適当なこと言うと終わるかもしれないけど、僕は好きです、両方ナルトも読んでたしね。さあ、でね、このさす、ちょっとね、僕まだ分かってないけど、この SP 技解放ってあるじゃん。これはその漫画のやつのカードメモリー持ってないとつかないんですか。ちょっとね、これまだ分かってないんだけど、もし分かる人いたら教えてください、お願いします。まあ、せっかくなんでちょっとこれでいってみます。で、まあ何するかって特に決めてないんで、ちょっと遊んでみようって感じね、今日はね。まあ、この2人を使おうって感じです。なので、まあちょっとある程度進んできたんで、ちょっとここまでやってみたいと思います。はい、行ってみよう。で、一応ね、僕が持ってるのが最初ね、剣心と遊戯を使ってたんだけど、剣心じゃねえ、間違えた、遊戯はあの SP 技使えんだよね、スペシャル技。そうだから、ちょっとそこら辺のあれが分かってないんだけどね。よいしょよいしょ、あ、2ステップだ、よいしょ。あ、だいぶでも攻撃が短いね、ルフィは。なんかこれ技とか覚えれば強くなるのかな。よいしょ、ちょっとせっかくならナルトも使ってみるね。おい、よいしょ、おいおいおい、おお、分身する、影分身。あ、で、2回、あ、そっか、ジャンプ1回プラスサスケのカードつけたらできたら2段ジャンプが可能になるってことか。あー、なるほど。あ、これ結構2段ジャンプとかできなくてできないのかなと思ってたんだけど、ものによるんだね、なるほどね。あ、でも2段ジャンプは強くない？普通の他のやつにはできないからね、2段ジャンプは。2段ジャンプは強いね。ただやっぱり SP 技欲しいよね。あれあった方が、結構遊戯の技とかね、時間かかるんだけど、ダーンって結構大ダメージ与えるのよ。あ、でもやっぱこの2段ジャンプ強いわ。すげえ便利、やりやすい、マジで。これ強いわ、2段ジャンプ。今のところ、よし。今のところ、ルフィはまだ何もないのかな。まあ、カード持ってないからね。まあ、チェンジ。あ、ちょっと待って、チェンジさせて。あ、できた、できた。あ、ちょっと伸びる。もっと伸びたらいいな、これ。せっかくね、あれなら。ただ、2段ジャンプとか。あ、できるじゃん。あれ？あれ、2段ジャンプできます。あれ？ 2 段ジャンプできる。あれ？え？なんで？え、どういうこと？ちょっとあんまり分かってないけど、もしかして、もう一人の相棒が持ってれば、ってこと？そういうこと？ちょっといろいろ試してみるわ。ルフィちょっと使ってみたんだけど。ちょっとメンバーチェンジしてみまーす。はい、ちょっとね、メンバーチェンジしてみた。ルフィを一回外してみた。ナルトとね、ユウギ。さっきなんでルフィ二段ジャンプできたの？ちょっと俺あんま分かってないんだよな、今。これ知ってる人いる？とりあえずユウギは SP 技あるんだけど。あ、できない。あれ、できない。別にできないわ。やっぱ関係ないんか。あれ、なんでルフィ二段ジャンプできたの？そういうキャラなの？あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。あ、やばいやばいやばい。どういうことだろう。二段ジャンプできてないよね。一段しかできてない。どういうことなんだろう。ちょっと一回ナルトにチェンジしよう。やばいやばい。このままで負ける。負ける負ける。やばいやばいやばい。一段ジャンプしか流儀はできないね。よし、交代。あ、やっぱできるわ。あ、やっぱナルトはできるわ、二段ジャンプ。え、ルフィは何だったんだろう、なんでできたんだろう。え、ちょっとわかんないな、気になるな。よし、ボコレ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 よし、ボコレ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 。ちょっともう一回これ倒し終わったらルフィ使ってみるわ。なんでできたんだろう。よし、やばいやばい、よし。やっぱでもナルトは使いやすいな、すごい使いやすい、動きがすごい速い。こうパッチしたら引く、パンチして引く、殴る。あ、このハメ技最強あ、やっぱナルト強いわ。
よしよし、ただあんまり攻撃力ないのかな、あと敵がもしかして強い。よし、えい、オッケー。あ、ナルト強いわ、使いやすい、僕にとっては使いやすい、スムーズで早い、使いやすいね。ちょっとルフィもう一回使ってみる、何だったんだろう、気になるわ。ちょっともう一回使ってみます。あ、ちょっと待って、今見てて思ったんだけど、このジャンプ回数っていうのが2分の2になってるね。うん、あ、これそもそもルフィはもともとできるのか、2段ジャンプが。でナルトは通常は2分の1だけど、今これカードついてるからなってるのかな。これチェンジしたらどうなんだろう、例えばこれ外したとすると、あー2分の1になる。あ、なるほどね。じゃあもともとルフィは2段ジャンプが可能ってこと、これ全部外してみるか1回。そういうことか。あ、もともと2段ジャンプが2回できんだ。あ、そういうことか。あ、じゃあ全然ルフィ強いじゃん。なんか技ないからあれかと思ったけど、あ、そういうことね。はい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 、もうこれキャラの特徴なんだ。で例えば剣心だと連続攻撃5回まで、まだ今3だけど、なんかつけると5回になったりするのかな、メモリつけたりすると。そういうことか、なるほどね。いや、意味が分かった、なんでね2回できるんだろうと思ってたんだよ。よし、じゃあせっかくなんで、ちょっと最後なんで、ちょっと待って、で最後ぐらいちょっと普通にもう一回やってみようかな。おー、いいね、なるほど、そういうことか、いろいろできそうだな。うん、よし、いくよー、はじめ。ルフィ2段ジャンプがやっぱ強いな。おお、やべ、ラッキーマン強い、最初から2段ジャンプいいね。よし、いや2段ジャンプめっちゃ使いやすい、やっぱジャンプは2回できた方がいいな。うん、やっぱ強いわ、あのね、扱いやすくなる。よし、ちょっとチェンジ、はい。でナルトはね、なんか素早くてやりやすい、忍者だからかな、やっぱり。それはあんま関係ないだろうけど、殴ってすぐこう引くっていうね、ですぐ届くんだよね攻撃が、それが強い。こう殴ってすぐ引く、殴って引く、殴って引く、ほら全然届くのよ、すごいいい。これやべやべやべ、これ引いてからも届く、ちょっと当たるんだよね、ほらほらほら、これもうめっちゃはめられるというか、もう何、まあ、はめられてるね、はめてるね。ほら、これめっちゃ強くない？ボコボコだよ、ボコボコ。これ強いな。なるほど、これは強いでしょ。やりました。どう？今の強くないですか？今のハメ技。すげえはめてんだけどさ。よいしょ。あ、なるほどね。え、ちょっと待ってね。選手強化参戦。あ、さっき参戦でやったんだよね。あ、で、これでどんどん参戦した人は使えるんだ。はいはい、で強化ボタンを押すると、あ、レベルが上がるんだ、このね、必要な素材に応じて。でよく使うキャラのレベルを上げた方がいいのかな。うん、そういうことだよね。まあ最初はでも、まあ今は SP 技持ってるのが遊戯だけだからさ、まあ遊戯使ってた方がいいのかもしれないけど、でも僕的には意外とルフィとナルトが使いやすい、ジャンプ2回できるのがやっぱ使いやすいわ。うん、やっぱここかな、やっぱりとりあえずは。うん、であとはカード次第でレベル上げていかは強くなるのかな、なんかそんな感じがするね、とりあえずね。うん、あとは、あ、これウルトオカンなのね。あ、でこれのレベルも上がるんだ、はい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 。あ、なるほど、あ、本当だ、いきなりこれワンピース、はいはいはい。あ、レベル、これで限界突破もあるってことか。じゃああんま売らない方がいいんじゃないのこれ。これな、要は同じカード持ってたらってことでしょ。あ、そういうことか。じゃあ同じが出たらレベル上げるから、あんまり売らない方がよくね。ね、でこれも強化できるのか。あー、なるほどなるほど、あー、なるほどね。ほいほいほい、今いろいろ分かってきたよ、いろいろと。うん、でいろいろできるね、これランクスタジアムとかもあるし、フリーマッチっていうのがあってね、みんなとできたりするのかな、なんかね、いろいろできそうだ。はーい、いやー面白いぞこれ。あとはまあ、まだリリースされたばっかりだからね、多分イベントとか出るのかな、やっぱり、まあ、こういうジャンプ系のゲーム特有のね、多分ここら辺にイベントとか出るんじゃないの、新しいイベントとかさ、ここに出てきそうね、ここにあの特殊なイベントとかね。うん、はい、ということで、まあまたちょっとね、ちょっとずつ、まあ、できる時にやっていければと思いますんで、よかったら見てください。はい、今日は終わりです。今日も動画見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。メインチャンネルも見てね。バイバイ。